フェ,フ,ェフェリックス・ペレス・カマチョフェリックス・ペレス・カマチョ英語フェリックス・ペリッツ・カマッチョ1957年10月30日隊はグアム準州知事を務めたアメリカの政治家であり元知事カルロス・カマチョの息子であるキャンプザマ生まれのアメリカ合衆国の共和党員であるカマチョは在日米軍基地で生まれた父は後に 初めて選挙で選ばれたグアムジュミ州の知事になっているが、当時は軍役についていた。カマチョは、グアムトータム人で育ち、カトリック系の学校で学んだ。1980年、マーケット大学で経営学と財政学の学位を取得した。カマチョは、パシフィック・ファイナンシャル・コーポレーションにおいて、保険マネージャーと IBM 講座の管理者として配置された。 1988年3月、ヨゼフ・アダ知事は公共施設長の副長官にカマチョを任命した。後年、カマチョは同庁の事務局長に選任された。1992年、カマチョは第22グアム議会にて立法院議員に選出され、1994年、1996年に再選した。立法院議員としてカマチョは 観光委員会、運輸委員会委員長、経済開発委員会の委員長を務めた。カマチョは多数派の幹事を務めた。1998年、カマチョは熱心に争われた知事選で、ヨゼフ・アダの副知事候補となった。選挙は、カール・ティー・シー・グティエレスが再選したため、カマチョは次の2年間、公職を失った。2000年、カマチョは、議会選挙で、 再び当選し、議員となって、議長職と多数派幹事長の職を取り戻した。2002年、カマチョは、同僚立法院議員のカレオモイランと組み、グアム準州州知事と副知事を狙い、民主党候補で、グアム代表のロバート、A ・エアン・ダウッドと、立法院議員のトムアダを破った。第一期ではも、イランと、様々な意見不一致があったため、2006年、カマチョは、 新人立法院議員のマイケル・ W ・クルーズ、MDE 副知事候補に起用した。カマチョは、フランク・アグオン、ジュニアを副知事候補としたロバート・エアンダーウッドを再び、破って2期目を務めることになった。カマチョは、コロンブスキ司会の会員であり、多くの市民活動に参加している。カマチョは、アウトスタンディング・ヤング・メン・オブ・アメリカと、 パシフィック J シーズスの3アングアウトスタンディングピープルを受賞している。彼は、ジョアン・ジー・カマチョと結婚し3人の子供がいる。カマチョ夫人は、ピティ村村長のビセンテ・グマタオタオの名で、ホゼ・グマタオタオのいとこである。2011年1月、同じ共和党出身で、前年の知事選に勝利したエディ・カルボに、知事職を引き継ぎ退任した。カマチョは一期目より、 グアム順州と北マリアナ諸島との統一を目標としている。この理由としては順州であるグアムが1950年アメリカ本国により制定されたグアム自治法によって主権に制限を受けている事情がある。これに対して国際的にはいわゆる自治領にカテゴライズされる北マリアナは自主憲法を持ち主権行使の自由度が高い。加えて 同じチャモロ人が主導する地域という背景もある。カマチョは2003年の段階で統一過程として独立、州の地位の獲得、自由連合国家自治領化の4つの選択肢を提示した。また、このことに触れたサイパントリビューンによると、グアムでは1969年11月4日に行われた再統一をめぐる投票で反対意見が通り、 北マリアナでは賛成が通った過去があった。その際の有力な一つの理由となったのは、グアム占領中に日本軍への支援をした北マリアナのチャモロ族への感情的な一種返しであった。なお、カマチョは2009年にこの提案について次のように述べている。オーバーザラストセブニアズ、アワータイズツアワーブラザーズシスターズインザ、ネイバーリーグアイランズオブザクンミー。 have become closer than ever, as we recognize the combined strengths of the Mariana Islands on matters of mutual interest and benefit.Guam and the Kunmi should once again seek reunification この7年間、隣の島々である北マリアナの私たちの兄弟たちそして姉妹たちと私たちとの結びつきはこれまで以上に近しいものとなっています。私たちが 相互の関心と利益の問題において、マリアナ諸島が連行した、再の強さを認識するとき、グアムと北マリアナは、もう一度再統一を求めるはずです。カマッチョ、エスラストステートオブザイランドアドレスカマチョは、グアムの名称を、チャモロゴのグアハンに解消しようとしている熱心な推進者としても、知られている。カマチョは2010年2月15日、演説の最後に、 グアムを以前のグアハンに変えるように呼びかけた。同日、カマチョは透明を変更する精霊を出した。カマチョは同時に自らをグアハンの知事と呼び始めた。歴史家のトニーリ・ミレズによると、グアハンとは我々のものもしくは所有している場所を意味し、島の川や天然資源を指して使用した。川や天然資源はミクロネシアの他の諸島では 比較的希少なものであったという。グアハンあるいはグアジョンは1521年から1898年の間に透明として広く使用されていた。しかし、グアム、そしてグアハンという名前は両方とも歴史文書や地図に数百年も遡って見出されるというのがピーター・オネデラによる見解である。 初代グアム知事を務めたリチャード・ピー・リアリー提督は1900年、グアムを採用したが、それは彼がグアムの小島と読んだからである。知事2期目を務めるカマチョは2011年にはグアム政府から引くことになる。彼は演説の最後にて、解明は知事の遺産として基盤とし、歴史上自分が解明路線の固定化をなすべき立場にある旨を説明した。 彼はグアハンへの解明が明確な独自性と、チャモロ文化の遺産を再認識させることになるだろうと、論じた。カマチョの精霊は次のように明確に述べている。チャモロ語の使用を広め、歴史的、文化的な連携を島にもたらす、よう邁進しよう。精霊は今回は、地方のグアム政府機関、公式のやり取り、商業取引、標識にのみ適用される。しかし、 カマチョは、地域社会の指導層、財界、議員たちにグアハンの名を同じように採用させることに関心を持っている。カマチョはさらに、法的にも解明を実施するため、グアム立法院で、法案331号を提案すると発表した。政令には、政府機関が変更する際の猶予期限がないが、これは、景気交代が長引いているため、順守政府の時間的、 金銭的負担を軽減するためである。解明は、新しい便箋を発注する際など、都合の良い時になされるべきだという。変更案に対する反応は、議員と住民共に複雑なものだった。立法院のジュリスオン、パット議長は、解明が、グアムにて、これまで認識されてきた独自性の喪失を、回復するのに役立つことに留意した。彼女はメディアに、これは、 人々が自分たちが何者なのかを知ろうとし、彼らの独自性を見つけようと望む世代が世界中に広がっているということです。これはとても重要なことであり、グアムでも同じですと語った。作家で元立法院議員のキャサリン・アグオンは、精霊が出る少し前にチャモロ語英語辞典を出版したが、解明を支持する一方で、 どんな提案でもグアム有権者の信任を得なければならない旨を強調した。また、グアムでは暴風雨の襲来は日常的であるが、カマチョ政権は警報の指標を改定し、コンディションオブレディネスを導入した。この指標を導入する前は、トロピカルストーム、トロピカル台風でそれぞれ詳細な段階に区分して発表していたが、トルは、 コンディション4から1の4段階に簡略化されている。ミクロネシアの首脳と会談した際、医療対策についても議論している。会議では従来これらの離島から患者をフィリピンやハワイに移送していた問題を解消するため、グアムにミクロネシア地域医療センターを設置する提案が出された。日本との関係では、 沖縄本島の普天間飛行場や道東に駐留するアメリカ海兵隊の移設問題にて移設先のグアム島の政治代表としての姿勢が報じられることが多いが他の点での接点もある。グアムには太平洋戦争前より基地が建設されていたがブッシュ政権が世界規模での米軍再編を計画するまではそれほど大きな兵力が配置されていたわけではなかった。 グアムの基幹産業は観光であり、その8割を日本からの旅行客が占めていたものの、2000年代に入ると、主に世界レベルの外的要因が後を絶たず、低落傾向に歯止めがかかっていない。在派がにや総領事館が開閉移転に触れた際に挙げた要素を列挙すると次のようになる。そのため、基地拡張と部隊及びその家族の移住は、 経済活性化の起爆剤になると、グアム産業界には認識されている。カマチョ自身も一期目の際に、日本で受けたインタビューでは蒸気を上げていた。一期目時点でこのことは問題化しており、日本からの渡航者数は2001年の約90万人に対して2002年は約79万人と前年比13%ものマイナスであり、2003年に入っても、 下落傾向に歯止めがかからず、同等の観光業界は前年同月比で最大50%ものダウンに悲鳴を上げていた。加えて、韓国、台湾、香港などがライバルとして立ちはだかる状況であった。なお、就任直後の仕事は2002年12月8日の台風により打撃を受けた島の復旧と観光客受け入れ体制の回復処置であり、 日本でのインタビュー時に連邦政府からの援助があったことを述べている。台風の被害が報じられた後は観光客の減少をリカバリーするため自ら日本を訪問し安全性についてのアピールを行っているが旅行プランのサプライヤーからはリラクゼーションなどテーマを絞った宣伝を企画するように注文がつけられている。また、サーズに対しては予防措置対策は 観光客の皆様、航空会社のクルー並びに、島民の安全性を確保するために綿密に実施されている。また、引き続き対策を怠ることなく実施することで、今後の流入を阻止する努力を行っていくと表明し、週刊ウィングトラベル市場への挨拶文等で、グアム公衆衛生機関や国際空港の協力を挙げて安全性へのアピールを実施した。他に、 カマチョが重視していたのは産業開発である。2003年の経済界のインタビューでは、経済の60%は観光業が占めていますから、将来の安定を考えた場合、これ以外の産業の育成が必要でしょう。と述べ、海外企業がグアムに投資するにあたって、次のような潜在的優位性を示している。 アメリカの海外領土であることによる生態の安定性社会資本への投資の充実公安施設。倉庫の社会資本充実による物流での潜在力製品は米国製として流通が可能であり、アジアに一番近い米国としての地理的優位性があるとこなつという気候を活用し、アジア市場への近さを武器にした高付加価値の園芸植物類の栽培また、 経済界でのインタビューでは、教育拠点としての島づくりを掲げ、日本に近いグアム大学での修学の優位性として、CPA などの米国資格取得を挙げている。1997年に、日本人留学生の受け入れを開始した時点では、年間300人だったが、2002年時点では3500人に、増加していたことも後押しする材料であった。なお、 2000年代に至ってもグアム産業のうち残り3割は基地経済であり、第一次、第二次産業は実質的に存在しないという指摘もある。2006年5月、日米間で合意された再編に関わるロードマップにて、第三海兵編成軍司令部、広報部隊などの移転が決まるのと前後して、グアム事務州の上層は歓迎の意向を示した。 副知事のカレオモイランは2006年5月下旬に来、中し下蔡義のン氏を訪問し、後に全面移転説を唱えることになる市長の伊波、洋一とも会談している。も、イランの日本訪問に先立ち、日本の衆議院議員、下地幹雄は2006年5月上旬に、グアムを訪問し、グアム沖縄間の直行便の開設や、沖縄からの技術力と労働力の供給を、 提案している。その関係からもイランは日本訪問時に下地とも会談しているが、この時の下地の報告ではグアム労働者は8万人となっていた。下地は一連の活動の動機として沖縄県内の企業が県外で活躍し、外向きの沖縄経済を作るスタートになるとの意図を明らかにしている。2007年5月10日には PIR のニュースとして グアム十二州政府が基地建設にミクロネシア人労働者を求めていると報じられた。グアムでは建設労働者の人材に乏しく中国、台湾、フィリピンなどに労働力供給を依存していたが国務省がグアムと近隣にありアメリカと自由連合関係を有しているパラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦の人々を活用すべきであると認識していたことも 背景としてあったという。2007年9月には、カマチョ自身が、準州政府関係者を連れて訪日し、外務副大臣の小野寺と会談している。2009年3月31日には、沖縄県建設産業団体連合会の会長クレア首相らが、記者会見にし、在中海兵隊のグアム移転に伴う整備事業への、県内企業参入を目指し、 新組織を立ち上げると発表している。目標は日本政府負担約6000億円のうち600億円程度の工事受注であった。組織設立後は現地の住宅、インフラ整備の実施主体となるスプへの参入を図るという。政治的な面において有効的な姿勢が修正されたのは日本で政権交代があってからであった。この問題が 健在化するのと、同時期に、すでに移転前の状態でも、水道の断水が頻発し、日本人観光客の書き入れ時期である年末年始は、特にひどくなることが指摘されていた。台風が襲来するたびに配電網に打撃を受けるため、電力ポンプに頼っている水道も断水するという、背景があった。その後、カマチョは2009年12月、防衛大臣である、 北沢都美の訪問に合わせて、普天間の全機能を受け入れる能力はないとの見解を表明した。また、翌2010年1月には、海軍長官のレーモンド名バスに対して、現行計画についても、期間を延長するように求めた。インフラの能力が追いつかないこと、基地建設のための労働者を含め、一時的に島の人口が、 数万人増加することが主要な懸念材料であるという。カマチョは共和党であったが、移転延長論については、グアム選出の会員準議員、マデレーン・ボーダロも同様の見解を示している。なお、受け入れ問題の背景の水道整備については、朝日新聞が具体的な数字を交えて、水道需要の不足見通しを報じている。なお、カマチョは、 台湾との接近も図っており、1期目の2005年に台湾を訪問、2期目の2009年に訪問した際には、相当の馬永久と会談を行っている。馬は、カマチョ総督が最近発表した、グアム島プロジェクトでは、現地のインフラ建設の強化を掲げている。台湾の巨母も参加できれば、双方が、これまでの基礎の上に、 引き続き協力と交流を強化できると述べ、沖縄の産業界と同様に、インフラ整備への参入意思を示している。ありがとうございます。